町のチャンネル。今日は前回の続きの氷のお皿リベンジとなります。でもうだいぶ冷やしちゃってっていうかちょっと冷やしすぎちゃって、何時間だろう、12時間以上、おそらく18時間ぐらい凍らせてしまいました。ちょっと心配なんだけど、とりあえず開封していきたいと思います。おお、あ、これこれはあれかな、凍らせすぎちゃったパターンかもしれない。でもすごいよ、すごいよ、見て見て見て、おお、見て見て見て、これ、これちょっと待って、これ成功かもしれない。中見える？中がまだちゃんと水かもしれない。中まで、どうだろう、ちょっとこれ開けていきます。すごくない？これ風船取ろっか。あー、冷たい。見て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 、ててーん、氷の塊が綺麗にとりあえずできております。おお、これを本当だったら中の水をジャーって取り出したら氷のお皿になるんだけど、あ、これ固まってるね、中まで綺麗に。どうしよっか、お湯でちょっと温めてみようか。このお湯をここからの熱で真ん中に穴が開くかもしれないから、こうやって溶かしていこうと思います。なんか中の方でプク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 水が動いてます。だからきっとこれ突っ切ればもしかしたら成功するかもしれない。あ、穴が開いた。お、これはもしかしたらいいかもしれない。おお、よいしょ。ちょっといろいろやってはみたんだけど、全然お皿になりません。だけどちょっと容量ができて何かしら入るぐらいの大きさにはなりました。でこのままだとほんとただ溶けて終わっちゃうのでもったいないので、なんか盛り付けてみようと思います。ということで完成しました。トゥトゥーンこの夏にぴったりなうどんです。なんかそうめんが良かったんだけどうどんしかなかったので、うどん冷たくしてみた。ちょっと表面的にはすごい少量じゃないって思うと思うんだけど、中の方までねきっちりぎっしりと詰まっております。こんな感じ。ちゃんと1人前以上の量は入ってるとおります。早速溶けちゃう前にいただきます。わー、すごーい。この夏にほんとぴったりだね。見てるだけで涼しい氷の器で冷たいうどんを食べる、夏だね。美味しい。めちゃくちゃ冷たい。あー、もうすごい中からいっぱい出てきます。おーごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しい。なんか特別感のあるこの氷の器だからかは分かんないんだけど、すごく冷たくて美味しかったです。いやー、もうちょっとこの口が開いてればよかったんだけど、でもこれでも結構な十分な量入りました。必要なものは風船とボールだけなので簡単にできちゃいます。なので皆さんもやってみてはいかがでしょうか。そんな感じで今日は終わります。バイバーイ。